ということで、GO! はい、ということで、こんな感じで、戦闘があるってことで組んでみました。で、魔剣教習なので、おそらく、セイバーのあの人が来るでしょうってことでね、一応、アーチャーで固めてます。ただ、まずいや、戦闘から行こうか。この人、まず。浅上藤野さん、藤野ですね。この人がレベル80マックスにできたので、ちょっと使ってみますと。スキルレベルは大概低いんですけど、まあまあまあ、知らないです。で、この人バスターの単体宝具持ちなんでね、普通に強いんで、使っていけるだろうと、いう感じで。はい。で、あとはアーチャー、エレシキガールですね。で、イシュタルか。イシュタルだわ。で、フレンド枠は、なんだっけこれ。サポート枠か。サポート枠は、バリス神経のあの、誰だっけ、ホームズさんを、まあ、借りてるというか、まあ、ゲーム側が用意したサポート枠ですね。で、後ろに関しては、まあ、セイバーが出なかった時用に一応普通に強いやつ、誰でも対応できるようなやつを入れてますね。で、クロエはアーチャーの補完としてって感じで。OK、やっていきまーす。なんだっけ？ああ、そうだ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 。ロストベルト入ってすぐにシャドーボードは動けないから充電中ってことで、周囲を一旦偵察してきて、マッシュと主人公で。で、戻ってきたところにこの襲撃ね。はいはいはい。そう、味方か敵か。前回のロシア領では、まあ、敵サーバントもいたんだけど、まあ、その世界の危機で危ない状況ってことでね、世界側が用意した、危機に対する抑止力としてのサーバント。まあ、こっちのカルデアの味方のサーバントがね、用意というか、まあ、召喚されてたんですけど、まあ、ここのね、スカンジナビア半島での、ロストベルト、ここでもなんか出てるかもしんないですね、ってことですね。で、カルデアと同じだけど、フレームの色が微妙に違う。ブリュンヒルデか？いいよね。ムニエルすごい、多分普通の会社だったら本当に優秀な社員なんだろうね。わかんないことはもうスパッとわからないって言っちゃうね。面目ない。わからない。強い呪詛。あー、スカサ派？キャスターつかさ？探っているって、ああ、そっかそっかそっか。迷彩処理施してたんだね。いや、バレてるっしょ。
っていうか、所長はどうしたの？休憩中？おお、頼もしい。おお、危機を察知して。危機が言えないな。いかん、いかんぞ。やっぱこの人、絶対なんか最後まで生き残るね。危機管理がものすごくできてる人なんだろうね。野生の勘じゃないか。まあ、いろいろあったんだろうね。0.003% ぐらいの確率で、まあまあパッと見低いんだけどね。言ってることはすごいまともなんだけどね。で、かっこよくなってる、なんか。どうしてもなんかこうね、理由つけて逃げようとしてるようにも見えるんだけど、まあしょうがないよね、これは。今何、裸足で走ってたの？ペタペタ音してたけど。シートベルトですね。やっちゃうの、本当に。危なくない？
あら。できず。え、なに？釣られた？フォー君大丈夫なの？投げられたのかな？あら。うわー、殴られたんじゃねえこれ。イヴァンクラス、前のロシア領のラスボスっすね。まあラスボスの本体というかね。誰だ？言ってる場合じゃないよ。まあほぼほぼシグルドさんっすね。これはかっこいいな。
父さん危ないよ。さして難しくもない。はい、仮面の英霊セーバーですね。よかった、単体。一応予想通りですね。精神異常を受けなくなる。まあデバフが効かないっていうことか。これは倒せない系だよね、多分。だよね。スキル忘れた。中。スター増やしといて。詳しく動かないでください。さあ、バリツ神拳がどこまで。これは後に取っとこう。はい、じゃあやっていきます。まあまずは構わないな、ね、怖いな。ふう、甘い。敵味方識別かい。おやべえぞ、めっちゃかっこいい。なんだこいつ、異常にかっこいいじゃん。優雅に華麗に大胆に。これおそらく耐えきるパターンっすよね。さすがにこれ倒しきるっていうのは意味がある気がする。動かないでください。これはやめとこう。だからとりあえず防具演出だけ等速で。さあやってもらいましょうか。怖い。わかりました。ウジノン怖いわ。万ぐらいか。いや、かっけえな、シグルド。一応有利クラスなんだけどな。うわー、フジノンの宝具はね、あれ多分両儀式との戦闘の場所だよね。で、曲がれっつうのはあれだよね、この人の魔眼の特性だよね。さあ、いろいろあるけど、賢明な判断だ。頑張って倒していかないとね。
なるほど。そこ動かない。強すぎるだろう。ガッツ状態3ターンつけとこうかな。私の方が強い。で、イシュタルが打てると。ただこれ使うと、無敵もつくんだよな。だからやめておこう。無敵はちょっとあと1ターン取っておこう。いいわ。はい、狙いは決まった。飛ぶわよ、マンナ。ゲートオープン。光栄に思いなさい。これが私の全力全霊、打ち砕け、アンガルナ・キガルシュ。耐えなければ。そこ動かない。とっておき、食らいなさい。お、3ターンでいいんだ。いや、違うな、これ。一定のダメージだな。オッケービーム、あ、ホームズさんのね、馬律神拳にはね、ビームがあるんですよ。濁流を、フンディング王に連なる軍勢を打ち倒し、はぁ、あ、え？ファブニールを倒した。ジークじゃないの？ああ、ジークフリートと違うんだ。ちょっと持ってないからな。わかんないけど。近いけど違う別人なんだ。
この選択肢なぁ、なんかこう、1行目、2行目みたいな使い方されるとちょっとやりにくいんだけど。おお、とりあえずそのパイプ一旦置いた方がいいと思うけど。おお、出た、バリツ真剣。てか、でそのパイプは一旦置いた方がいいと思うな。危ないよ。ちょっとまずい流れな気がするな、これ。まさかじゃないよな。そう、魔剣だからね。ただの傷じゃないんじゃないのかな。